Beyond the space of 400 years, two painters painted the same pictures, Leonardo da Vinci and Pablo Picasso. However, the two painters did not notice what they were pictures of. The two painters painted the same pictures without knowing.For over 500 years, no one noticed, at least, what these were pictures of. In these pictures, three gods were drawn. Mary, the executed Jesus, and Christ, the Savior. Of course, it was neither Da Vinci nor Picasso who drew these paintings.These paintings were drawn by Christ after 1500 years and Christ after 1900 years. Christ himself drew these paintings under the name of Da Vinci and Picasso. In other words, it is a message from Christ to us humans that Christ existed 500 years.Years ago and 100 years ago. And now Christ still exists. If not, how do you judge the facts I show you here from now on? This is a message from Christ to human beings. This video is toProve it. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. パブロ・ピカソが描いたと言われているゲルニカです。そのゲルニカの下の段には三人の神が描かれていました。今、赤枠で囲ったのがその中の一人、つまりマリアです。この人物がマリアであることは、この矢印の部分にその証拠が残っています。この矢印の部分を注意深くご覧ください。これと同じものをダ・ヴィンチがその400年前に岩窟の聖母ルーブル版の中に描いていました。右が岩窟の聖母です。この岩窟の聖母の中に描かれている聖母は下半身大蛇のラミアです。岩窟の聖母の中に描かれているマリアに注意してください。胸と背景の岩が一致しているのがわかります。つまりこれも騙し絵、隠し絵の手法ということになります。つまりダ・ヴィンチなる画家はこのような形でマリアイコールラミアであることを表現しました。そのコンセプトと同じコンセプトで描かれたのが左のパブロ・ピカソの描いたその女性の絵ということになります。つまりこの黄色い部分は大蛇の尻尾ということになります。ここが重要なポイントの一つになりますから、皆さん自身で確認してください。尻尾が描かれているということですね。ラミアというのは魔女中の魔女、子供を食べる魔女としてよく知られていました。そのマリアはラミアの文字を並び替えてできたアナグラムということになります。あるいはラミアはマリアの文字を並び替えてできたアナグラムと考えても良いかもしれません。つまりマリアイコールラミア、ラミアイコールマリアということになります。Thank you.
ラミアというのはギリシャ神話に出てくる魔女中の魔女、子供を食べる妖怪ということになっています。中央は現代アートによるラミアのイメージ画ということになります。そして次にゲルニカのそのマリアの向かって右に描かれている人物に注意してください。赤枠で囲ってみます。そして馬とその人物以外を取り除いてみます。下の人物は馬の足の下になって今まさに息絶えようとしています。それと同じ構図の絵をやはりダ・ヴィンチが描いていました。一般にはアンギャリの戦いと言われている絵ですが、この絵の中にもやはり隠し絵の形で同じ構図の絵が描かれていました。赤枠で囲ってみました。やはり馬の下に一人の人物が描かれ、その人物はですね、頭から血を流しています。同じように馬が描かれ、そしてその下に手を広げて一人の人物が描かれています。馬、そしてここに人がいますね。そしてその人には聖痕が描かれています。この黄色い丸の部分に注意してください。つまりここに描かれているのは処刑されたイエスということになります。ピカソのゲルニカの方では五芒星を使ってその聖痕が表現されています。別のところで証明しましたが、処刑されたイエスはシャマーシュということになります。つまりここに描かれているのはシャマーシュということになります。そのシャマーシュが処刑された後、救世主として私たち人間を温かく見守っているのがマルドックということになります。右上の人物はレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家がやはり描いたとされるセント・ジェロームの絵です。その絵を左右反転し、先ほどのピカソの描いたゲルニカの絵の中の人物と比較してみます。ポーズが全く同じである点に注意してください。両手、両足ですね、一方の足は後方に長く伸ばしている点にも注意してください。そして薄い髪の毛も一致していますが、何よりも片手に石を持っています。この人物は神です。セント・ジェロームの絵の背景には61という数字が隠し込まれていました。61というのはユダヤのゲマトリアで解読すると神、神を意味します。つまりここに描かれているセント・ジェロームはセント・ジェロームを題材にしては書いてありますが、神自身ということになります。つまりマルドックということになります。がここで重要なことは、今皆さんにご覧いただいた事実は2012年以後、私林博士が発見するまで誰も知らなかった、誰も気づかなかったということです。レオナルド・ダ・ヴィンチも知らなかったと私は考えています。と同時にパブロ・ピカソもその絵が何であるかわからないままこのゲルニカの絵を描いたというふうに私林博士は判断しています。下からマリア、ラミア、そして中央に処刑されたイエス、つまりシャマーシュということになります。そしてその右にいるのがセント・ジェロームということになっていますが、この人物こそが救世主マルドックということになります。でそのレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家は1500年前後の画家ということになります。そして
パブロ・ピカソは1900年前後の画家ということになります。つまりその間には400年近い年月が流れています。400年近い年月が流れているにもかかわらず、全く同じ絵を描いているという事実に皆さんどうか気がついてください。そしてその事実というのは、2012年以後、私林浩司が発見するまで誰も知らなかったということです。これら3つの事実を重ね合わせてみると、その向こうに1500年後のキリスト、そして1900年後のキリストが私たちの近くにいたということになります。1900年といえばたった100年前です。100年というのはこの地球ではつい今しがたということになります。言い換えると、キリストは今の今も私たちのそばにいて、そして私たち人間をこのような形で温かく見守り、そして指導しているということになります。以下順に3人の神について説明します。マリア、そして処刑されたイエス、そして人間の救世主キリストです。Lamia, or Lamia in English, in ancient Greek mythology, was a woman who became a child-eating monster after children were destroyed by Hera, who learned of her husband Zeus' crisis with her. Hera also afflicted Lamia with sleeplessness, so she would anguish constantly, but Zeus gave her the ability toremove her own eyes. Lamia was also used as a bogey word to frighten and discipline children. 子供を食べる魔女、それがラミアです。古代ギリシャ神話によれば、ゼウスとの密会を知ったヘラはラミアの子供を殺します。それがラミアをして魔女にした理由と言われています。上半身は女性、下半身は大蛇の魔女です。ダヴィンチなる画家が描いたとされる岩窟の聖母の中の聖母はそのラミアでした。それをこの動画の中で証拠を添えて証明します。広志林、浜松シティ、ジャパン。今ご覧いただいている画像に注意してください。中央に描かれているのが聖母マリアです。そのマリアの胸の模様、様子、風合いと後ろの岩が一致している点に注意してください。つまりこのような形で1500年後のイエスは操り人形レオナルド・ダ・ヴィンチを使ってこのような絵を発表しました。つまりここに描かれている聖母、すなわちマドンナは魔女、子供を食べる魔女であることを表現しました。このような形をしているというわけですね。上半身が人間の女性、下半身は大蛇です。なぜ1500年後のイエスがダヴィンチなる画家を通してこのような絵を描いたかについては別のところで説明しましたが、ともかくも今皆さんがご覧いただいているのは事実です。そこにある事実です。つまりこの事実をあとはどのように解釈するかですけども、このマドンナの向かって左側にいる子供はその餌の子供ということになります。イエスなんかではありません。餌の子供です。むしろ右側に座っている子供の方がイエスということになります。それについても別のところで証明しましたので、またそちらをご覧になってください。ともかくも岩窟の聖母の絵の中に描かれているマドンナはラミアであるということです。現代アートの世界でも左右のような
ラミアが表現されています。子供を食べる魔女、魔女中の魔女ということになります。繰り返しますが、この中央の聖母の向かって左側、聖母の右側にいる子供は、これはイエスではありません。餌の子供です。その証拠にマドンナの指先がこの子供の皮膚の下に潜り込んでいます。それについても別のところで証明しましたので、どうかそちらをご覧になってください。中央の聖母はラミアでした。The Battle of Angari, 1505, is a lost painting by Leonardo da Vinci, at times referred to as the Lost Leonardo, which some commentators believe to be still hidden beneath one of the later frescoes in the Salone del Cinquecento, or Hall of the 500 in the Palazzo Vecchio, Florence. Its central scene depicted four men riding raging war horses engaged in a battle for possession of a standard at the Battle of Angari in 1440. Pablo Picasso painted in his mural Guernica Jesus Christ, who was to be killed in the painting named The Battle of Angari.パブロ・ピカソはその代表作「ゲルニカ」の中に、今まさに息絶えようとしているイエス・キリストの絵を描き込みました。その証拠はレオナルド・ダ・ヴィンチが元絵を描いたとされる「The Battle of Angari」、アンギャリの戦いの絵の中にありました。その証拠と証明、広瀬やし浜松シティ、ジャパン。話を先に進める前に、レオナルド・ダ・ヴィンチが元絵を描いたとされるアンギャリの戦いの絵の中のイエス・キリストについて説明しておきます。これがアンギャリの戦いですけども、その下で馬に踏みつけられて今まさに息絶えようとしているこの人物はイエス・キリストです。逆さまにしてみました。で、頭から血を流しています。円形の血です。これはハロー、つまり降臨をかたどったもの、つまり隠し絵ということになります。そして血イコール降臨ということになります。この人物がイエス・キリストであることは、この人物の左手向かって右手の甲に聖痕があることからわかります。つまりこのような形で1500年後のイエス・キリストはダ・ヴィンチなる画家を通してここに描かれているのは、まあ、つまりは替え玉のイエス・キリストであることを示しました。ヒゲがあるのはその証拠です。替え玉イエスにはヒゲがありました。by 林浩司説です。そしてこの青い腕の先のところを見てください。甲の手の甲のところに拡大してみましたが、聖痕があるのがわかります。つまりこの人物はですね、処刑された替え玉のイエス・キリストということになります。が、この事実は2014年以後、私林浩司が発表するまで誰も知らなかったことです。いわんやパブロ・ピカソが知る由もなかったことです。Saint Jerome from 347 to 420 was a priest, confessor, theologian, and historian. He was born at Sridon, a village near Emona on the border of Dalmatia and Pannonia. He is best known for his translation of most of the Bible into Latin, the translation that became known as the
Vulgata and his commentaries on the Gospels. Pablo Picasso painted in his Mural Guernica, Saint Jerome, or Doctor of Church by the Catholic Church.ロマンカトリックにおいて最大の功労者と言われているのがセント・ジェロームです。そのセント・ジェロームがパブロ・ピカソのゲルニカの絵の中に描かれていました。広志林浜松セリージャパン。The anger and agony of Jesus Christ. Correction of my mistake. 間違いの訂正です。口述775027の解釈について、イエス復活聖書というふうに説明していますが、正しくはユダヤゲマトリアによればですね、77キリスト50聖書の27回という意味です。全体としては Christ is biblical king、 つまりキリストは聖書の会員であるという意味になります。間違いを訂正しておきます。Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a very strange man painted by Leonardo, a man who is supposed to be Saint Jerome, who died in 420, or Latin Christian priest, confessor, theologian, and historian, who also became a doctor of the church.Jerome is recognized as a saint by the Roman Catholic Church, and he is commemorated on September the 30th every year with a memorial. This is, however, just a story created by Christians, and as a matter of fact, nobody knows who this man painted by Leonardo was and where he was from. Then my conclusion in this video is thatThe man painted by Leonardo is not at least a human with a strange skeletal framework, and I say here as well that the man is Leonardo himself, or Jesus after 1500 years. 今日の物語はダ・ヴィンチの書いた一人の男性についてのものです。キリスト教会側は聖ジェロームと説明しています。420年の9月30日に亡くなった聖ジェロームです。現在の今もローマンカトリックは毎年9月30日に聖ジェロームを偉大なファーザーと呼び追悼しています。が本当に聖ジェロームでしょうか？他の画家が描いた聖ジェロームと雰囲気は似ていますが、私はこの男性がダ・ヴィンチ自身であると判断しました。しかもこの男性は少なくとも人間ではありません。骨格も人間のそれとは違いますし、さらに決定的な証拠が見つかりました。それについてはこのビデオの中でもう少し後に説明しますが、その目がレプタリアンのそれそのものであることを私は発見しました。で、まずこの聖ジェロームなる人物ですが、照合してみるとダ・ヴィンチ彼自身であることがわかります。左がダ・ヴィンチです。で、順に比較してみてください。部分的に照合していきますと、違いを探すことができません。照合が続きますが、ここが重要ですから、皆さん自身でどうか確認してください。というのも、このダ・ヴィンチの絵は大変よく知られた絵で、今までに何百人という研究者が研究してきた絵だからです。さらに、この絵を見たことがある人となると、世界中で100万人をくだらないのではないでしょうか。が、そうした人たちですら、
この絵の中の人物の奇妙な目には気がつきませんでした。結論から先に言えば、以前に私が指摘しましたように、この男性の骨格は人間のそれではありません。ダヴィンチ自身が書き残したレプタリアンの骨格図と一致します。が、決定的とは言えませんでした。見方によっては、そのようにも見えるというふうに片付けられてきたようです。が、この男性はレプタリアンでした。さらに、今までの私、林博士の説を総合しますと、この男性はダヴィンチ自身であり、1500年後のイエスということになります。これからその証拠をお見せしますが、今画面では両者の称号を皆さんにご覧いただいています。左がダヴィンチの実像ですね。そして中央が、まあその男性の絵ということになります。まあ、レオナルドはこのようにですね、両者を全く同じ人物として描いているということです。両者を比べてみてください。特にこの耳の下のコブですね。これがダヴィンチの特徴です。そして大きな頬骨ですね。大きな頬骨が伸びています。そして鼻の頭がね、やはりこのダヴィンチの特徴だと思います。鋭い目つき、三白眼。そして細い眉毛ですね。これもダヴィンチの特徴です。そしてこの目を見ていただきたいんですけども、三白眼ですね。そして、まあこうして次々と一致していくわけです。で、目尻のこの、まあコブと言いますかね、ライン。それから、この吹き出物のようなね、ものがあるわけです。まあこうしたところが、特に目元のね、コブっていうかね、イボのようなものに注意してください。で、今度は反対側の目で見てみますが、まあ、こちらの方はちょっと見にくいんですけども、やはりこう、細い眉毛、そして、まあ、鋭い目つきですね。まあ、違いがありませんね。もちろん見る方向、角度が違いますから、多少違って見えますけども、まあ、違いを探すのが難しいと。そして、つけてた顎ですね。そして、口、大きな口。そして、歯並びが大変悪いですね。まあ、ところどころにこの白い歯が見えてますけども、歯の数も人間の歯の数よりも多いと思われます。左の図はですね、ミケランジェロ自身が描いたレプタリアンの群像の中の絵と一致します。なあち、ミケランジェロは、ダヴィンチの正体をしていた。なあち、これがダヴィンチ自身であるという、まあ、ミケランジェロ自身がですね、その証人ということになります。そしてこの鼻の中央は膨らんでますね。まあ、こうしたところがダヴィンチの特徴ですけども、要するに、この右の、まあ、男性はダヴィンチ自身だということです。そこをしっかりと確認してください。で、その上で話を続けます。で、この男性ですけども、いよいよその証拠をお見せしますが、この骨格を見ていただきたいんですね。で、この歪曲した骨格、そしてここにコブがある。これレプタリアの独特のコブですね。で、あばら骨も、まあ人間のそれとは違うと。それから特に喉仏の下からですね、向かって左側の腕に伸びている奇妙な剣ですね。そこに注意してください。この剣は人間にはないものですね。そしてこの目なんですね、問題は。この目の中に、この男性がレプタリアンであるという証拠が出てきました。この目を注意深く見てください。ここが今日のポイントということになります。目の中、目尻と、それから、その、目の上にですね、もう一枚こう、下まぶたがあるのわかりますか？そしてその向こうに目が見えていますね。今この矢印で囲んだところが、その目の中の目ということになります。これが、まあ、今日のポイントですね。そして、これが、まあ、この男性がレプタリアンだという証拠になるわけです。まあ、決定的な証拠ですね。まあ、そのようにも見えるという絵ではありませんね。皆さん自身で確認してください。もう一度見てみます。目の中に目がありますね。下がトカゲの目です。で、トカゲはですね、目の中にもう一枚、まあ、人間にはない膜と言いますか、ありますね。目の中に目があるわけです。それが上の人間の中に表現されているということです。そしてその境目がですね、中部からご覧くださいよ。ブツブツブツとこう、点々になってるのわかりますか？上の絵はそこまで正確に描いて、すなわちこれは絵ではなくて、写真から起こした、まあ、
CD、まあ、なんていうんですかね、枝ということですね。写真から作った枝ということです。このトカゲの絵をもう一度見てください。その目の中の目の、ま、膜の境目に点々が見えますね。そして左がレオナルドであり、それと同じ人物が右の人物だということになります。そして右の人物の目の中にはもう一枚の目があるということになるわけですね。その目はトカゲの目と同じだということです。すなわち、右のこの男性はですね、ただの老人ではなくて、もちろん人間でもなくて、いわゆるレプタリアンだということになるわけです。そしてその顔は、レオナルド・ダ・ヴィンチの顔と一致するということです。もう一度確認してください。矢印で皆さんにお見せします。この目の中に目がありますね。これは下まぶたではありませんよ。向かって左側の付け根のところを見てくださいね。目尻に届いてませんね。そして今ちょっと絵にしてみましたけど、わかりやすくしてみましたけども、こうした目をしているということなんです。そしてその目はレプタリアン、すなわちトカゲの目だということですよね。トカゲにはこうした膜があるわけです。でそれを、ダヴィンチは、まあ、表現した。すなわちこれは、ダヴィンチ自身であり、そして1500年後のイエス自身だということになります。まあ、こうしてダヴィンチの像が作られ、これは元のリアルイメージですね。そしてこのイメージと今お見せしました、ジェローム、聖ジェロームと言われている老人と一致すると。そしてその顔から、このダヴィンチの虚像ですね。3D、2D モデリングって言ったんですかね。3D モデリング方式によって捏造されたダヴィンチの虚像ということになります。以上、3人の神について説明しました。で、結論ということになります。パブロ・ピカソが書いたとされるゲルニカです。戦場、ゲルニカの惨状を描いたものとされていますが、そのゲルニカは戦場、ゲルニカを描いたものではありません。つまり、神々のソーランズを描いたものということになります。特に下の段は、左からマリア、イエス、そしてキリストの3人の神を表現しています。がこうした事実をですね、私林博士が発見したのは2012年以後のことです。それ以前には誰も知りませんでした。またここに皆さんにお見せしたような事実はですね、この500年間誰も気がつかなかったことばかりです。となると、なぜダヴィンチはそのような絵を描いたのか、またパブロ・ピカソはそのような絵を描いたのかということになります。例えば今皆さんがご覧になっているマリアの、まあ、絵ということになりますけれども、マリアの実像ということになります。1500年後のキリストはですね、このような形でマリアイコールラミアであることを示しました。そしてそのことをですね、パブロ・ピカソは知る由もなかったはずです。というのは、その事実を発見したのは2012年以後の私林博士だからです。がパブロ・ピカソはそのマリアをゲルニカの中に描き込んでいました。下半身大蛇のラミアということになりますが、今上の絵でですね、向かって左の黄色い部分がその大蛇の尻尾ということになります。つまりゲルニカの中に描かれているこの人物は下半身大蛇のラミアということになります。つまりマリアということになります。で、中央が先ほども言いましたようにラミアのイメージ画です。人間の子供を食べていた魔女中の魔女ということになります。尻尾の部分を赤い線でつないでみました。つまり左に描かれているのは繰り返しになりますが、戦場で子供を失って泣き叫ぶ女の姿ではなくて、まさしくラミアイコールマリアということになります。ここで大切なことは、絵の描き方、タッチ、表現方法は違ってもですね、その底流を流れるコンセプト、つまり思想は同じということです。ここが重要です。見た目の絵は違って見えるかもしれませんが、その底流を流れる概念、コンセプトは同じということです。が、なぜこんなことができたのか、できるのか、もちろんダヴィンチとピカソの間には接点はありません。そして続く中央の人物です。
馬と、そしてその下で横たわる人物の絵ということになります。この構図はダヴィンチなる画家が描いたとされるアンニャリの戦いの中に描かれている構図と同じです。そしてアンニャリの戦いの絵の中のその下の人物は頭から血を流し、あたかも降臨であるかのように見せかけて、そして魂絵ということになりますが、そこに描かれているのはイエス・キリストということになります。もっと正確に言えばイエス、処刑されたイエスイコールシャマーシュということになります。そしてその手の甲には聖痕、聖痕が描き込まれていました。上はダヴィンチの絵です。下はピカソの絵です。その間には400年近い年月が流れています。ここが重要です。つまり400年という年月を経て同じ絵が描かれたということです。ここが重要です。言い換えると、どうしてダヴィンチとピカソが400年という年月を経て同じ絵を描くことができたかということになります。もちろんできたのではありません。誰か、つまり1500年後のキリスト、1900年後のキリストによって教えられたか、書かせられたか、書いて与えられたか、それはいろいろと考えられますが、つまりは1500年後のキリスト、1900年後のキリストがその背後にいたということになります。繰り返しになりますが、こうした事実を知ったのは私、林博、2012年以後です。それ以前は誰も知りませんでした。誰も気がつきませんでした。誰も発見することができませんでした。次のセント・ジェロームにしてもそうです。ここに描かれているのはセント・ジェロームです。この絵と全く同じ構図の絵で描かれているのが、やはりダヴィンチなる画家が描いたとされる聖ジェロームの絵です。聖ジェローム、すなわちキリストということになります。繰り返しになりますが、この聖ジェロームの背景には61という数字が隠し込まれていました。61というのはユダヤのゲマトリアによれば神を意味します。つまりマルトックということになります。ポーズが全く同じであることをもう一度確認してください。一方の足は後方にぐんと伸びています。ポーズが同じですね。つまり上がレオナルド・ダ・ヴィンチの絵、下がパブロ・ピカソの絵ということになりますが、ここに描かれている絵は上下皆同じということです。繰り返しになりますが、見た感じは違いますが、その底流を流れる概念、コンセプトは同じということです。なぜこんなことができたか、できるのか、もう一度皆さん自分の心に問うてみてください。言うまでもなく、その向こうにもう一人の神がいたということになります。それがマルドックということになります。処刑されたイエスの後、つまりは私たち人間のそばにいて、私たち人間を見守っている神ということになります。まあその方を今私たちはイエスと呼ぶかもしれませんが、名前は大切ではありません。神は自らの名前を語ることはありません。ともかくも左に描かれているのがセント・ジェロームであり、そしてそれと同じコンセプトの絵がピカソのゲルニカの中にも描かれているということです。上下最後にもう一度比較してみてください。左からマリア、中央下が処刑になったシャマーシュ、イエスです。そして右が私たちの救世主、マルドックということになります。つまりこの動画の結論は、この動画そのものが現在の今も神は私たちの近くにいるという存在を示す証拠ということになります。最後にもう一度確認してください。上はレオナルド・ダ・ヴィンチの作品と言われています。1452年から1519年ということになっています。下がパブロ・ピカソの作品です。それからほぼ400年後、1881年から1973年までということになっています。繰り返しになりますが、この2人の画家の間には接点はありません。
あるはずもありませんが、この二人の画家は全く同じ絵を描いていたということになります。繰り返します。全く同じ絵を描いていたということになります。なぜ全く同じ絵を描くことができたか、それをもう一度皆さんに問うてみてください。それがこの動画の結論ということになります。 Bye for now.
John chapter 8:11. Jesus went to the Mount of Olives. Early in the morning, he came again to the temple. All the people came to him, and he sat down and taught them. The scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery, and placing her in the midst, they said to him, Teacher, this woman has been caught in the act of adultery. Now in the law, Moses commanded us to stone such women. So what do you say? This they said to test him, that they might have some charge to bring against him. Jesus bent down and wrote with his finger on the ground. And as they continued to ask him, he stood up and said to them, Let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her. And once more he bent down and wrote on the ground. But when they heard it, they went away one by one, beginning with the older ones, and Jesus was left alone with the woman standing before him. Jesus stood up and said to her, Woman, where are they? Has no one condemned you? She said, No one, Lord. And Jesus said, Neither do I condemn you. Go, and from now on, sin no more. イエスはこう言ったとされています。なんじらのうち、罪なき者、石もて打て、と。つまり、石を持って、人を責めることができるのは神イコールイエスだけということになります。その石をセントジェロームなる人物が持っているということは、この人物はセントジェロームではなくてイエス自身ということになります。広志林浜松セリージャパン、今ご覧いただいているのはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるセント・ジェロームの絵です。このセント・ジェロームの絵の背景に61という数字が隠し込まれていました。61というのはユダヤのゲマトリアによれば神を意味します。つまりここに描かれているのは神自身ということになります。そしてこの人物は向かって左側、右手の中に石を持っています。つまりこの人物は神自身であることを示しています。が、今日のポイントはここではありません。あのパブロ・ピカソも代表作ゲルニカの中にそのセント・ジェロームを描き込み、そしてその手の中に石を書いていました。パブロ・ピカソの代表作、それがゲルニカです。このゲルニカの右下のところにセント・ジェロームが描かれていますが、パブロ・ピカソもこれがセント・ジェロームであることを知りませんでしたと私は判断しています。右がセント・ジェロームです。左右反転するとそのポーズはまさにゲルニカの中に描かれている人物と一致するということです。ポーズを丁寧に
追いかけてみてください。つまり左のパブロ・ピカソのゲルニカの中に描かれている人物はセント・ジェロームということになりますが、パブロ・ピカソもこの事実を知りませんでした。私、林博士がこの事実を発見したのは2017年の終わりです。つまりパブロ・ピカソはですね、この事実を知る由もありませんでした。となると、このゲルニカは本当にパブロ・ピカソが描いたのかということになります。謎が謎を呼ぶというわけです。それはともかくも、今ご覧いただいていますように、このパブロ・ピカソの描いたセント・ジェロームの手の中に石らしきものが描かれています。一見すると指のように見えますが、指はちゃんと5本別に書いてあります。つまりここに描かれているのはセント・ジェロームであり、そしてそのセント・ジェロームは石を持っているということです。右のセント・ジェロームが石を持っていると発見して、そしてそれを発表したのはこの私、林博士が最初です。となると、こうした事実をどのように考えたらよいかということになってきます。ともかくも、ここに描かれているセント・ジェロームなる人物は、つまりセント・ジェロームを題にした絵ではなくて、つまりは1500年後のイエス自身が自らの姿、つまり自画像を描き込んだということになります。石持て打てる人物は誰か、つまりここに描かれているのは神自身ということになります。そしてその絵の背景には61、つまりユダヤのゲマトリアによれば神を意味する暗号が隠し込まれていました。これが1500年後のイエスから私たちへのメッセージということになります。
wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love.
いつの日か君たち人間はこの事実を発見する時がやってくるだろう。この事実を知る時がやってくるだろう。いつの日か遠い遠い未来のこと、遥か先の遠い遠い未来のこと、君たちの子孫のそのまた子孫、さらにその子孫のそのまた子孫、その子孫がこの地球から離れ宇宙へ飛び出す時がやってくるだろう。その時君たち人間はこの事実を知るところとなるだろう。その時君たち人間はこの絵の中に51という数字を知るだろう。51、つまりユダヤの暗号では火星を意味することを知るだろう。その時のためにこの絵の中に私は51という数字を書いておく。その時のためにこの絵の中に私は火星の風景を描いておく。遠い遠い太古の昔、火星にも大気があり水もあった。豊かな川が流れ湖もあった。白い雲の下には海もあった。緑の森にはうっそうと木が茂り、無数の動物たちが日々の命を営んでいた。それをこの絵の中に記録として残しておく。それをこの絵の中に君たちは知るところとなるだろう。つまりその時君たち人間がこの風景が火星の風景であることを知った時のこと、この風景が太古の昔の火星の風景であることを知った時のこと、君たち人間は私が何であったかを知るだろう。私が誰でどこから来たかを知るだろう。と同時に君たち人間は自分が何であるかを知るだろう。君たち人間は自分が誰でどこから来たかを知るだろう。君たち人間よ、君たち人間は私の息子であり娘なんだよ。それをいつか君たち人間は知るところとなるだろう。同時に君たち人間は神々の息子であり娘なんだよ。それを知るところとなるだろう。この絵、つまり君たちがモナリザと呼ぶところの絵、つまり火星、マーズと永遠の神アイオン、二つの言葉を合わせ持った名前モナリザの絵の中に、君たち人間よ、君たち人間がこの事実を発見した時のこと、君たち人間よ、君たち人間がこの事実を知った時のこと、いつの日か遠い遠い未来のこと、遥か先の遠い遠い未来のこと、君たち人間はいつも一人ではなかったことを知るだろう。いつも私が君たち人間のそばにいたことを知るだろう。君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。火星の永遠の神アイオンの名のもとに、君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。